三国志ゲーウォーロンやっていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですねこちらの武器使っていきます。加工円の方の武器、天狼っていう武器ですね。はい。で、あと加工円の弓も持ってきました。で、こちらの武器の技なんですけど、これがねなんかね使いやすそう。封鎖国旗って言うんだけど、国旗だね、国旗、国旗がねこんな感じです。国旗っていう、はい。しかもこれね、長押しするとダッシュするんですよ。長押しだとすぐ出す。これ強そうだよね。こういう二連撃はね強そうなんですけど、前回ここでしょぼししたんで、この続きからです。はい、ぶちのめします。こいつ、特にこいつ、おめえじゃこの野郎、そったれ。この魔法使いがねなんか幾度となくいて、あいつ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 やられたんですよ。こいつっすね。こいつのね変な髪見えないな。オッケー、はい、もう復讐成功です。はい、余裕っすね。もういないかな。もういないと思う。じゃあ行こうか。よし、スイサ、はい、行きます。封鎖国旗、あれ今なんかもう一回地名が入りそうだったけど。国旗、いや、使いやすい。めっちゃ早い、めっちゃ早い。使いやすい。これやってる人じゃないとわかんないけどね。こういける。封鎖国旗、届かみません。届かませんね。はい。オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。犬を縛いて。はい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 。しつけのない犬は縛いていく。犬大好き、でも。はい。もう犬ね、飼ってたんで、僕。はい。封鎖国旗、うわー、封鎖国旗一撃、封鎖国旗の鬼。封鎖国旗の鬼ですね。はい。封鎖国旗の勇気って呼ばれてるんで。あ、待って待って、これ何、こっち行くの、え、あ、そっちから行けんのこっちっすね。でもなんか寄り道ルートっぽいけど、なんだろう。あ、ショートカットかな今の、多分。封鎖国旗、はいはい、強い、めっちゃ強いぞこれ。使いやすいぞ封鎖国旗。エンちゃんの武器強いねこれね、剣だし、これ強いっすね、シンプルに。まあ、もっと強い武器あんのかな。俺は個人的には両夫の武器が欲しいんだけど、両夫って仲間になるのかね、ちょっとよくわかんないけど、なんかいつかなりそうな気がするけど。ここのボス両夫くせえな。あれ、これどうやって行くんだ、これ中にあるね、ここだ。うん、ごめん聞いてなかった今、ちょっとここ、おう、なるほど。ちょっと今ね、封鎖国旗危ない、危ねえ、縛いた縛いた、危ねえ。封鎖国旗ったよね。こっちがやっぱり順路だな。で、やっぱあっちはショートカットで戻るのかな。これショートカット臭くね、絶対そうだよな。よし、いいや、こっち行こう。行くぞ行くぞ行くぞ、お前ら進むぞ。イノシシのように突き進むんだ俺たちは。張飛がね酒で酔ってね、その間に城が取られちゃったらしいんで、とんでもないよね。あ、これ、あ、やばいやばいやばい、これやばいぞやばいぞ。こいつは家系が、あ、いて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 、勝て勝てよ。はい、取っていく。オッケーオッケー、一発取ればこいつ崩れるから。なんか普通に出てくるようになってきたな、この鎧武者。鎧武者出てきたね。あれ、あー、まだいるな、倒した方がいいな。後から来られてもめんどくせえからな、こうやつら。これなんかこの中さ、やだね。あ、ちなみにですね、あの猟犬ステップが使えます、これ。でかっ、嘘やろ、あ、これ敵だ、嘘、でけえ、なんだこれ、でけえんだけど、こいつ、こいつ気づいてない、臭くない、とりあえず。あ、取れないのか。あ、え、取ったよ、え、いやいやいや、もうちょっとやらせて全くなんか貴重感なかったんだけど、でかかったのに。なんだあいつ、膝崩れたぞ、もろす。ちょっとお前さ、お前らさ、なんかさ、あの、ちょっとしゃべるタイミングちょっと違うんだよな、ね、気が合わねえな、その辺は。ああ、いるよね、ちょっと待って、ああ、こいつか、こいつか。もうやだやだ、これ。めんどくさいんだよ。はい。よしよし、気づいてないぞ。はい。あ、間違えた、間違えた。間違えた、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 強攻撃になった。なんか、こいつ、ああ、こいつが狂うな、タイミング。
ぼこせぼこせぼこせ、とりあえずぼこせ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 、もうぼこすしかない。起き上がったらこいつが、おおすげえ、両剣ステップいいね。これめっちゃよくない？水で使えます。水で、エンちゃんの武器は水なんで、はあ、両剣ステップは水ですね。はい、ないやねこのクソカレ、お前のボスはもう死んだんだ、まだ出てくんな、膝崩れて倒れたんだお前らのボスは。あ、いますね、強そうなやつが。こいつ後ろ取れそうじゃない？気づいてない気づいてない、向こう向こう向くっしょ。さよなら。はい、行きます。ワンツースリー、封鎖、届かなかった、残念だったな。はい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 、おお宝箱、人質になるどころか無事に送り返されてきてな、なるほど、軌道で知られる旅夫軍が、はい、何の話、確かに腑に落ちぬ、ズドン、オッケー、なんか敵が結構いっぱいいるな。ここ開くんか、ここ開かないのか。あー、なんかでも結構めんどくさそうだなこれ。屋根の上いる、あ、いるな、やっぱり屋根の上いますね。こいつがやるべきっぽいな、こいつがやるべきだな多分、俺の予想は。はい、ズドン、オッケー、水エンチャ、氷エンチャ、封鎖コッキー、よっしゃー、オッケー、はい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 、あ、なんか弓いいね、いるないるないな、めんどくさいやつ、こいつ倒した方がいいな。スポン、あれスポン、待て待て、スポン来たね、両サイドにいるんじゃない、いないか、オッケーオッケー、よし、こいつも後ろ取って、はい、ズボン、オッケー、はい、水エンチャーからの封鎖国旗、おい封鎖国旗強い、いいよ、使いやすいね。あ、これもうボスじゃない、早ない、もうボスだ、嘘、え、ていうかさ、ボスの時 こいつら倒していくのめんどくさくない、あいつとも倒すか、ついでにな、時間あるから。しまめっちゃ削れたけど大丈夫、あいつ削った、はい、落下を狙ってスポン、はい、残念でした、ソイサー、はいよ、どうせこれ取ろうとしたらあいつ来るみたいなパターンで、あ、まだかな、あ、でもなんかさ、え、こん中めっちゃ敵いない、気のせい、こん中なんかあんの、めっちゃ敵いんだけど、敵感知が、あー、これか、うわー、すごいすごい、そういうことね、やばいやばいよやばいよやばいよ、来るよ来るよ来るよ、は、生意気ー、生意気、超生意気、生意気すぎる、嘘だろ、シンプルに開けちゃえばさ、これ狙撃できるよね、あいつなんだ、はあ、なるほど、生意気きたね、来いよ、ほら、はい、生意気ー、そいさー、オッケー、なんかね、もう一個の技がね、強いっぽいんだよね、なんか、なんかね、衝撃波で、なんか範囲を攻撃するみたいな、これ、強ない、これ、封鎖国旗じゃない方の普通の技が強いんだけど、気のせい、あいつ何やってんだ、車に構えやがって、この野郎、おい、大丈夫か、はい、衝撃波、残念、衝撃波、いや、これ強ない、衝撃波、めっちゃ使いやすいんだけど、これなんか範囲攻撃らしいんだよ、これフォーンって、このフォーンのとこ全部多分ダメージなんだよね。あれ、この裏にも旗があるな、あれどうやって行くんだ、いや、わからん、もう行き方が、多分あれ行き方あるな、絶対上から行くのかな、いや、でもにしても変だな、いやー、旗立て忘れたな、あー、いけるいけるいける、これ上から行くんじゃね、絶対あの旗立てた方がいいよね、任せろ任せろ、あ、待て待て、何人かいるな、一人じゃないんだな、この奥に一人いて、もう一人左にいるのか、なるほどな、おい、なんだこれ、取れなかったぞ、なんだなんだなんだこれ、範囲攻撃、ちょっと届かないのか、いってー、回復して、これぐらいかな、あ、いいねいいね、これ超強い、これ超強い封鎖国旗レベルじゃないな、あー、なんか歩いてんのかこいつ、封鎖国旗より強い気がするんだが、気のせい、ごめんよ、これ多分一撃でしょ、範囲攻撃ね、
いやこれ強っ威力がやばい。何これ超強いじゃん。エンちゃんの武器やばいねこれね。これ結構強いっすね普通に。バランスいいっすね。剣だしね。戦いやすいよ。じゃあ行きましょうかね。もういいでしょ。ごちゃごちゃ言ってないでやるか。こっちにはな、なんと今回、えまだなのかよ。なんだお前まだかよボスかと思ったのによ。はいはい、なんじゃお前は。はいはい、なんだお前。はい取りました。はい全体攻撃。おやるね全体攻撃。はいどうせ、うん、封鎖国旗よりこっちの方が強い説あるな。危なは生意気。おい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 、えのき棒この野郎なめんな。いやずえこれこれやばいと思うんだが普通に。なんだあの赤い光、何これ。これなんだ、なんかいるのか強いやつが。なんか理解してねえかな未だに。あボスだボスだ。あこれがボスね。なるほどね。はいはい、そういうことね。オーケーオーケー、行こうか。よし行くぞ。勝てるぞ俺たちなら。この城を奪還するぞ。誰だボスは。リョフじゃないの。誰これ。長領か。あ長領ね。強いやつだね。義の強いやつ。引くわけにはいかぬ。来たな長領。さあ来い。こっちには封鎖国旗があるぞ。さあ何も分かってないルカちゃん、刀を構えてみますとりあえず。さあ敵がいたらとりあえず切ればいいんだっていうね。何のためだ、うん、何のためって言われてもてお前が攻撃。はい刃で答えてさあ行くぞ。あ惜しい。これ取り、うわは相性最悪なんじゃないこれ。相性最悪説あるな。はいはい全体攻撃。あぶねえ、なんだなんだ。あこれ取んなきゃダメだ。あぶねえあぶねえ、この後の雷がやべえマジで。普通になんか相性最悪臭いんだけどな。まあいいや、やってっか。こいつもなんか変身しそうだな。あぶねえあぶねえ、ああ双剣。はい取ってく。はい封鎖国旗ソリさん。はい行け行け行け、お前ら今がチャンスなんだ。はい、あ俺かい。はい残念。お前の城じゃねえからな。しかも一つ勘違いしてるみたいだけど。はい全体攻撃すいません。はい全体攻撃。はい全体攻撃。はい取っていきます。はい全体攻撃。オーケーオーケー全体攻撃。あいってて、おい雷強すぎだろこいつ。なんだこれ。いやー強くねこれ。何これ。これ取ってって、はい全体攻撃。はい猟犬ステップ。あいいね猟犬ステップ、やっぱりいいね猟犬ステップ。危ない危ない、本当に危ない。回復させて。危ない危ない危ない。危ない。えっていうか、いやめっちゃ削れんだ。何こいつ超強くね。危ねえ、あの雷がやべえんだよな。いやマジ強え、こいつなんだ。ここでどん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 来るよ、そろそろ雷。だけど、これ詰めて詰めて、どんどん。はい、どんどん詰める。はい、取ってく取ってく。はい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 。まだまだまだ来るよ、雷来るぞ。おじよし。はい。しっかり見て、攻撃見て。俺が攻撃を見る。見れなかった？オッケーオッケー。超必殺技来るから、そう俺が取るから、お前らはやらなくていい。それはちょマジでさ、お前劉備ばっか狙うな。はい残念、取っていくから。これやっぱスパー。はいはいスパー。マジだマジだマジだ。はいスパー。スパー入んねえよ、距離が遠いな。スパー、なんだこいつ余計だ。はいスパー。燃えます。よしよし、おいしいぞ。はいスパー。
まだ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 いけるまだいける。来るぞ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 。はい取ってくる。スコッ OK。 はいはいはい OKOK、OK OK、いいよいいよいいよ。はい取ってくる。おいしい。あもう一発。あもう一発くんのかよ。ふざけんなよ。まだ多分エンチャンするぞ。エンチャンしてるエンチャンしてる。いやこれバフかける。まだもう一発くるもう一発くる。あぶねえ。取れなかった。ちょっとルービーどけ。両剣ステップ。はい両剣ステップ。あぶねえ回復する。あもう回復ない。もう回復ない。ないないない回復ない。回復ないっす回復ないっす。あえんはいはいはい。バグかけて。あいきなり来そういきなり来そう。なんで取れないの今の。うぜー。はいでワンツースリースポン。スポンに弱いからこいつ意外と。はいスポンで止まるんだよこいつ謎に。スポンいいね。やっぱりスポンいいわ。なんで。いや見えねえ見えねえ見えねえ。スポン止めて回復しとこう。なんだなんだなんだ。なんか使ったんだが。ああ、あなんか俺持ってきてたわ。そうだそうだ徐々に回復するやつ持ってきてた。あ今取れただろ。なんでだ取れたよ今俺。絶対取れたぞ今の俺。なんでやねん。行くぞ行くぞ行くぞ。はい猟犬ステップ残念。猟犬ステップがあるんだなこっちには。はい猟犬ステップ。はい残念。はいはいはい。悔しい悔しい悔しい。当たんない当たんない当たんないね。全然当たんないね。当たる気配がない。こっちとしても当たる気配がない。はいスポーン。はいはい取っていく。はい残念残念残念。悔しいね。攻撃が当たんなくなってきてるよこっちに。はい徐々に回復があるよこっちはね。申し訳ないけど。はいいいよいいよ。タイマータイマータイマータイマンでいくわ。はい当たんないね。普通の回避でいけちゃうわそんなのな。あまずいよそれ。まずいっすよー。ほれほれ。どうせやってくるの知ってんだよお前かな。それずっとやってくるからお前、ね、永遠にやってくるもんなそれな。からのからの来いよ。はい猟犬ステップ残念。猟犬ステップ避けれちゃうな全部な。はい取れちゃう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 。はいはいはい取れちゃう取れちゃう。はい猟犬ステップ残念。猟犬ステップがある。はいあおいしい。はいスパーおらくそってね。来れ。おそのまま来る。お前男だね。いいよそのまま来いよお前。なんだよ頼るなよ虎の力に。お前虎の力に頼るんじゃねえよ。あー残念やっちゃったねお前。あー焦ってる焦ってるこいつ焦ってるぞ。ほーい。あれあれ大丈夫。そのまま来る。お男だね。いいよそのまま来いそのまま来い。素振力で行こうぜ。男じゃんお前。お前男だ認めるわ。お前男だわ。男男。おお前男だな長領。いいぞイケメン。はいスパーン。くそってね。これが我々の力じゃ。死に命乞いは無用。うん切れ。わたわた。キルキルキル。待てろ今スポッとこうプスッとこういいとこを刺していけるかじゃん。容赦ない。ああ鼻からなんか吹き出したんだが強すぎて。お誰だ。おルカちゃん。やっぱ男だったもんな最後な。うん最後男だった。長領お前かっこよかったよ最後。なんかちょっと自分の素振力だけで戦おうとする。あ途中ズルしたけどね。死とは何か。こいつも虎なの。虎ばっか出してきたよこいつ。雷の虎、うん、何白虎だから。白虎じゃない虎って言ったらなんだろうな。人からはなんだろう。白虎じゃない虎。心は奪える。うーん死とは譲れぬものため。ホワイトタイガー。
ホワイトタイガーぐらいしか俺知らないんだけど、タイガー。タイガー、じゃあ2じゃないかこいつ。そうだ、リョフのあれだ、リョフのお友達、リョフのお友達。ここにもまた一人の死がいたこと。おお、来た。え、これトラ、何これ、ライオン、ライオンじゃん。ライオンなんているの、中国に。いるのか、いるか、どこでもいるか、ライオンなんか。いや、どこでもいないわ。日本にいないもんな、動物以外な。何これ、何もらったの。まあ男だった、お前は。確かに強かった、素晴らしい力だった。はい、武器を収めよ、収めよ。お、来ました、かばってます、長領ルカちゃん。ルカちゃんなぜか仲良くなっちゃいました。はい、お主がかばうとは、はい、ほどの人物なのだな。すいません、うちのルカちゃんがちょっとあんまよく分かってないですけど、この人はいい人だと判断したみたいです。すいません。この曹操のために振るうがよい。やっぱそうだよね、義だよね、長領ってね。拙者は敗軍の将、うん、勝者の命に従います。早いな、お前も切り替えが。もうちょっと、いや、うん、いやでも呂布さんにね、ちょっとあのいろいろおごってもらったりもしたんですけど、いやでも負けちゃったからな今回は。でも、あれ、呂布さんそういうの嫌いだろうな、裏切りとかな、結構固いからなあの人みたいなのないの。死ぬまで語れぬ話もある。ほう、残念だったね。なんなの、あのなんか背中についてる偽の羽みたいの、偽羽。あれ、いる？いる？あの偽羽。いらんと思うけどな、あれ。戦いづらくない？あれ。なんかさ、あの、家の中とか入るとき引っかかるじゃん。狭いとこ、室内に突入みたいな。火器を水の底に沈めるのだ。はっ！長領の武器もらえたってこと？元には才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかし、なぜ呂布は弾薬を使わぬ。呂布には必要ないんだよ、そういうの。なめんなよ、呂布を。なんだこの音は。なんか揺れてるぞ、画面が。おー、なんか大丈夫か。やばい、経絡、水門の刑だ。水攻め来たぞ。あれ、呂布さん来たか。お、来たか。すごいね、もうなんか分かってたなら対策しろよみたいなね、話ですよね。